白川みなは、日本の女子プロレスラー、タレント、グラビアアイドル、歌手、女優、東京都出身。所属事務所は、合同会社プレゼンスを経て、GPR、現在はフリー。青山学院大学英米文学科を卒業後、ウェディングデザイナーの仕事をしていたが、歌手のビヨンセに憧れるあまり退職し、芸能界に挑戦。2013年、 公文社主催のミスフラッシュセミファイナリスト。2014年に、サッカーブラジルワールドカップに合わせ、アマゾンス白川として、ワールドカップ応援アイドルユニット、オッピーサンバを結成。オッピーサンバではセクシー及びトーク担当。2015年5月1日からは在京スポーツ、新聞社6社を応援するユニット、スクープの東京中日スポーツ担当に就任。 10月10日からは、趣味が講じて、インフォニア運営の情報サイト、プロレスタイム公認、プジョシフ級委員会委員長に就任した。2016年6月、ビジュアルウェーブ S2016 ングランプリを獲得。2017年12月に共演した、極楽トンボ、山本圭一に一目惚れ。この時募集されていた、芸人のラストチャンスに、かける。40代最後の日。 極楽山本の彼女決定に HSP に応募し、翌年2月15日、22日の同企画に出演。しかし、周囲の女性に惑わされ、結果山本に振られる形となってしまった。2019年8月31日付で、所属事務所を退所し、フリーに。2018年4月24日、ベストボディジャパンプロレスの設立記者会見で、 プロレスラーとしてデビューすることを発表。初代、BBW 女子チャンピオン。第25代アーティスト・オブ・スターダムチャンピオン。第5代フューチャー・オブ・スターダムチャンピオン。2018年、2019年、2020年、2021年。アーティスト・オブ・スターダム防衛記録。1回目の防衛は、前述のように、2020年12月20日、大阪エリオンアリーナにて、VS。 岩谷朝夕、スターライトキット、ご機嫌です組、3月7日、東京工楽園ホールにて、VS、岩谷朝夕、スターライトキット、飯田紗や組、3月26日、東京工楽園ホールにて、VS、渡辺桃、上谷紗や、あずむ組、4月29日、仙台ピットにて、VS、片刀田夏子、コナミ、不機嫌です組、5月16日、 名古屋国際会議場イベントホールにて、VS、前花、姫香、夏ポイ組6月26日、青森六前ダーリー7にて、VS、奈良夏子、鹿島崎、リュアル夏組、7月6日、東京高楽園ホールにて、VS、あすみー、リンゲシビ、上谷さや組、タイトル防衛失敗、10月3日、名古屋国際会議場イベントホールにて、VS、 前花、姫ナ、ヒメおっぽい組に敗戦し、タイトルを失う。アーティスト・オブ・スターダムのタイトル防衛連続7回は、最高記録。フューチャー・オブ・スターダム、7月4日、横浜武道館にて、空位のため開催されていた、トーナメント決勝戦で、うなぎさやかを破り、第5代王者となる。7月17日、東京、ベルサール・高田の場場にて、うなぎさやかのリマッチを受け敗戦。 ベルトをダッシュされた。グラマラスコレクション南右腕で相手の左肩、身体でで相手の右肩を固定し、左手で相手の左足を抱えて固める一種の丸め込みホールド。白川美奈が考案し、2021年8月8日、三ウェ戦で使用し、日南選手から3カウントを奪った。ありがとうございます。